メンバーシップ会員限定セミナーということで第1回となりますですね、えー、まあ椛さんの、えー、オンラインセミナーというのを、えー、やっていきたいなというふうに思います。 えこれ何なんだっていう話に、ね、なってまいりますけども、まあ、いつも YouTube ではいろんなね話をしてますでもまあ大体一問一答制でまあ3分か5分ぐらい長くて10分ぐらいの話をしていくということになってくると、まあ、一つの話題について体系的にお伝えできないということですねだからまあ深まらないというかですね、まあ、いろんなことに対していろいろとお答えしてくるってことは今までずっと6,000問やってまいりましたけどももっとこう、えー、深く皆様に何かお伝えしていかなきゃいけないのではないかということをまあ踏まえた とと考えたところですね、まあ、メンバーシップでうもうちょっとこう深めるようなコンテンツをこう配信していった方がしていくというのはどうだろうということでですね今回こういう試みをスタートしたのでございます。まあ、月1回ですね、椛沢の講義形式、上澤の,の講座をこう受講できるというですねそういうスタイルでございます。 まあ普通に小笠原ののセミナーとかやるとね3,000からまあ5,000円ぐらいねえします5,500円ぐらいまあ大抵しますのでまあそれ考えるとまあ月1回でねメンバーシップで1,000円ちょっとでですね受講できるというのは非常にそれだけでまあえお値段以上のね価値があるんじゃないかなという,うことを思います。ということで今日のタイトルは「激動の令和時代不安を取り除く7つのコツ」ということでえスライドの方をスタートしていきますね。 とということでで,す、ね、でまあこのメンバーシップの定期的なセミナーっていうのは、まあ、どんなことをねお伝えしていくかっていうとまずまあ樺沢が今考えることですねあとはある先ほど言いましたように樺沢ノウハウの体系化改めてもう一度こう順序立ててあるいは網羅的にお伝えするということですあとまあ樺沢のノウハウをまあ整理してお伝えするということ同じですね で、まあ、改めて理解を、まあ、今後ですね睡眠運動朝散歩などについてもそれぞれ個別に取り上げてね体系的にお伝えし,していこうと思うんですけどもなぜそれをお伝えするかっていうと、まあ、理解しないと行動できないからですねなので改めて具体的なやり方などを皆様にお伝えすることで皆さんの行動化を、まあ、促していくということをね思っています。 あとですね、まあ、今まで樺沢塾っていう樺沢のコミュニティがありましてそちらの方で結構やっていた内容なんですけど樺沢、まあ、が先ほど言いましたように樺沢が今考えることをお伝えすることによって、えー、実は。 次の本あるいはその次の本大体いい1年ここから2年後ぐらいを見据えて常に樺沢がインプットしてアウトプットをしてるんですけども、まあ、そういう今後本にしていく内容のコンテンツを実は先取りしているということでもあったりするんですね。1年か2年して本が出た時にあこれ1年前に言ってた内容だみたいなねそういうことがまあここでもメンバーシップでも起こってくるのかなと思いますので、まあ、そういう今後樺沢が本にまとめたい内容をここで先取りしてですね1年前に2年前にお伝えしていくと。 いうのが、まあ、メンバーシップ定期セミナーのという形になりますさて多摩ーメンバーシップがそもそも何の目的,な何の目的どんなこう、ね、方向性を持って進めていくのかっていうねことがあるんですが、まあ、最近皆さんお伝えしている3つの幸福理論ですね「心と体の健康によるセロトニン的幸福」「つながり愛」 のオキシトシンで帰国そして成功お金のドーパミン的な幸福これなのが3つの幸福が、えー、セロトニンオキシトシンドーパミンとこうバランスよく積み上がることによって私たちは幸せになりますっていうのがカバーさんの3つの幸福理論ですねなので私たちがすべきことはもうこの3つなわけですねですからこう1つはまず健康について心と体を健康にしていくってことが一番重要でありその上で、えー、家族や友人や などとコミュニケーションしていくあるいは職場の人間関係などを円滑にしていく、えー、その上で仕事をバリバリと頑張る、えー、仕事や時間の使い方を工夫しながら、えー、あなたの仕事のパフォーマンスを最大化していく結果として、えー、健康もつな、えー、がりも仕事での成功やお金も全てが手に入り幸福そして ウェルビーイングっていうのは単なる幸せだけではなくね、えー、全てがうまくいっている全てが順調にいっているねそういう状態をウェルビーイングというふうに言いますけれどもそこをまあ目指していこうということで改めてまあ3つの幸福を実践しながらですね学びもう一度学び直しながら改めて実践しながら、まあ、みんなでし楽しく楽しみながら、えー、幸せになっていこうということをまあ目指すというそれがまあメンバーシップの今考えている目的の一つです。 さてと今日はですねまあその中でもまあ不安多きい時代とまあ令和,えと令,和何か <laughs> 令和6年ですね2024年がスタートしましたけどもえまあ簡単のですね1月1日からえ地震が起こったりですねえその1月2日には飛行機事故が起こったりといろいろとですね、えー 非常に心苦しいニュースが飛び込んできております、まあ善と多難だなというふうにもね感じられるわけですけれども、まあ、こういった他に、えー、いろいろ昨今の今後のこう令和時代というものを考えると、まあ、コロナがようやくね3年間の自粛した生活から2023年でようやくですね明けたというところがあるんですが今後もいろいろな不安というものが多い。 まあ少子高齢化や人口減少といったものが言われている、まあ、日本人の1億2000万の人口が1億人になっていくじゃないかとあるいはえ日本経済のですね先行き不安あと世界情勢、まあ、戦争不紛争の問題というものがあります。 ああとと地震ですねあと災害まああの北陸の地震があったあと今度南海,南海トラフですね東海地方でのですね地震というものが今改めてこうえ取注目されたりもしているあるいはまあ最近だと AI ですね AI チャット GPT そういったものが非常に広がってきているということはありますけどそういったものによって私たちの仕事が奪われていくんじゃないかというそういう懸念というものもある。 あるいはまあコロナ禍っていうのもまあまあ安定はしてますけど今後どうなるかまだ分からないですよっていう不安もありますよねとあるいはまあ世界の人口爆発とか食用危機とか温暖化とか CO2 の問題とかもう言うていったらきりがないわけでまあいろいろなこういった問題があってなかなかあの将来が不安だっていう人はすごく多いですし若い世代の人たちもあまりこの将来に期待を持てないというか自分たちの未来に明るいイメージを持てない人が増えているということが言えそうですよね。 さて、こういう時代に、どう私たちは生きていくかということなんだけども、その答えというものまあ7つぐらい、今、川沢が考えているものをお伝えしていこうというふうに思います。さて、その1、海外に行く。一体どういうことなのか。海外に目を向けるということになりますけども、ちょうどですね、今年の1月8日から18日、先日までですね、アメリカとメキシコに10日間ですね、行ってまいりました。 えー、その最大の目的というのはセ e s という CES コンシューマーエレクトロニクスショー、えー、家電市ですね、アメリカ最大の、まあ、電気製品、えー、エレクトロニクス製品の、まあ、最大の展示会、まあ、幕張メッセの巨大なようなものが会場を2つぐらい使ってですね合計で16万人の人がまあラスビア活に集まるという、ラスビア活、1年間で年間で最大のイベントとなります。 でここをちょっと見に行ってきたんですねでここ行くと、まあ、何がある見られるかというともう3年後とか5年後に商品になるような、えー、ものっていうのかなあるいは今こういうのを開発してますよっていうのもあるんだけどこういうのを開発したいですっていうようなそういうコンセプトだけの展示なんかもねありましてある種近未来を見ることができる将来どういう世界が実現していくのかっていうことをチラ見することができるある種タイムマシンに乗ったようなそういうことを見ることができる回ということでね 前から行きたかったんですけど、今年初めて行くことができまして。で、どんなのが出てるかっていうとですね、まあ、例えばこれは何かというと鏡、あの洗面所の鏡みたいな感じになってんだけど、この鏡を見てるだけで、こう見て歯ブラシしたりあのお化粧しているだけで、あなたの健康状態がわかると。ここに左側の方に表示されてますけど。 え毎日それをチェックすることで「今日はどのぐらいの健康状態ですか?」とかですねそういったものが表示されるというようなものとかあとこれはちょっと分かりづらいんですけどロボット生体師ですねこのアームみたいなものがこ,う腰この肩の腰を圧迫してこグーッとこうですねえーマッサージしてるんですねでこれを開発した方も整体師の方でですねえー非常にデリケートな動きを再現していました。 まあこれなんかはもうすぐに実用品として購入できるという話になってましたのでこういうものが単なるマッサージチェアじゃなくてもっとこういうデリケートなね普通の人間の手に近い動きができるようなそういう生態のロボットロボットがもう出ているというようなこととかあとスポークのない自転車ですね。私なんか自転車好きなんでスポークがないとどういうメリットがあるかっていうといろいろあるんですけど重心が低くなるそうなんですね。なので、 転びにくかったり安定して走れるとというようよなことがあったりしますあとこれもまた電気自転車と、ねえー、合体したりしてますのでいろいろまあ面白いものが出てるなというふうに思いました。というのはまあちょっと「えー、こんなのあるんだ」というのが結構あって他にもたくさんあるんですけどそれ言ってたらキリがないので、えー、こういうものがあ,あってこれでこのまあ会場の雰囲気とかあと今回もアメリカもえとうとう アメリカが7日でメキシコに3日ぐらいねいたんですけども、まあ、そこで私が感じた雰囲気っていうことを一言で言いますとイイケケって感じなんですねだからまあ日本はな、まあ、まだなんて言うかこういまいち盛り上がらないっていうかいろんな意味でこう不安が多い感じてる人が多いんだけど、まあ、海外行くと、まあ、全然そんなものを考えてる人ってほとんどいねえじゃねえかと。 まあむしろ街とかに出かけるとみんなどんちゃん騒ぎしてるしずいぶん楽しそうだし観光客もどんガんガン来てるしまあ今回だとまあちょうど年明けのラスベガスなんでいろいろ観光の人もたくさん来てたりねえしてるわけですよ。なんでまあこの将来が不安だとか先行きが不安だっていうことを考えてるのはもう日本人だけなんじゃねえのっていうのをまあ私は思いますね。 で実際、今回アメリカ、メキシコ行きましたけど去年もコロナ禍以降私が訪れた国はフランス、スペイン、ベルギー台湾などもね行ってますけどやっぱりどこもそうでですね、まあ、元気ですよね、どこもねスペインとかもめっちゃ元気だしあと台湾とかもやっぱすごいエネルギッシュでですね、まあ、コロナ前と全然変わらないような活気を取り戻していましたメキシコなんかもそうですね、やっぱりねすごいみんなエネルギッシュで元気な、えー、様子があってですね えー、ものすごい活況を呈していましたよ、ねまあつまりどこの国も元気で活気でですね笑顔で楽しそうな人たちっ溢あふれているなというのがまあ私がいろいろな海外を見て回ってる昨今のですねコロナ後のですね感想でございます。 まあ、なぜ日本だけ、日本人だけ新経臭いのかという話なんだけども、これもいろんな理由っていうのもあると思うんだけど、私はやっぱマスコミの洗脳じゃないかと、洗脳ってあれだけども、マスコミの影響っていうのが非常に多いと思いますね。まあ、基本的に日本のマスコミっていうのはバッドニュースが多くて、こう悪いニュースっていうのかな、これをまあ強調して取り上げる。 なので結局、毎日毎日悪いニュースばっかり報じられるのでいい部分もあるわけで、えーまあ、例えば、この間も日経が史上最高値を、ね、更新したりとか、ね、そういうこともニュースになっているわけですけどもどっちかというとそういうのはもう本当にめ珍しくてあとは大体なんか不安をあおるようなニュースばっかりばっかりやっているので、まあ、これからの日本はそれを毎日見ているとです、ね、あの将来に対して期待をあの。 不安ばっっかりになってしまううとということですよ、ねまああとだからそういったものに対して思い込みを植え付けられているということなんで考え方を切り替えるといくらでも明るい要素っていうのは見いだせるのではないかっていうふうに思っています。 で、今回のこの、まあ、視察での気づきなんですけど、一番の気づきはですね、日本人がほとんどいないっていうことなんですね。この、セスの会場で16万人来てるんだけど、その中で、日本人どれだけ見かけたかっていうと、ほとんど見かけないですね。まあ、日本語とか聞こえるからわかるじゃないですか。展示してる人はいますよ。普通に見に来てる人はたまーにいますけども、めっちゃ少ない。で、ほとんどかんあのアジア系の人は、 アアジア系の人人もいるんでですすけど韓国人ですね今中国人は中国からアメリカへの渡航っていうものがあの、まあ、中国から海外への渡航っていうものが今非常に制限されてますからあとアメリカとの関係性もよくないので出店もほとんどしてないあのすごく少ないですし。 アメリカ系の,その中国系のアメリカの会社みたいなのはあるから出店は一応あるんですけど全然少ないですし、まあ、中国が今ちょっとね低迷してると言われてますけど中国の出店と中国人も少ないですねアジア系の人みたいな優秀なと思ったら大体韓国をして韓国人異常に来て多いいいなという,ふうに思いました、ねまあ、でこの SS 以外にもいろんな観光地も行ってるんですけどまあ日本人いないですねあと駅あのえっ、ー、と本当どこ行ってもいないです。<laughs> 普通いいるじゃないですか観光地にねラスベガスとかあとメキシコもあのピラミッドみたいなところに超一番のメジャーな観光地に行ってるわけですから、まあ、結構来てるはずなんだけど、まあ、ほゼロとは言わないけどあ,あ珍しいな日本人一日に1組会うか会わないかぐらいですね観光しててねありえないぐらい少ないですね。 まあ、つまり日本人海外旅行してないし、えー、マインドがまあ非常に閉じている、まあ、まだなんかそういう海外に行くような気分ではないというようなことなんでしょうねまあもう円安なんで少し高いというね飛行機代もまあかなり高いので、まあ、そういったことももちろん影響はしてると思いますけどもまあ海外の人たちはみんな動き回ってるわけですし、えー、韓国に育って動いてるわけだからあのまあ日本人はどっちかっていうとマインドが閉じてるっていうふうに言った方がいいかなと思いますね。まあ、それ遊ぶような 心境じゃないってことこでしょうね,おそらくねで韓国人なんかやっぱりすごい活発ですしあと今回も韓国のブースとか台湾のブースとかは結構活況その、えー、とスタートアップ企業みたいのがたくさん出ててですね一生懸命そういう開発してるんだなっていうのをすごく思わせますね。まあ、日本は大手企業は出てるけどスタートアップもまあまあ出てるんですけども。 韓国とか台湾のこう勢いっていうのはなかなかすごいなっていうことをね思わせるのですで。でこういうふうに海外を見ると今これだけ新しいテクノロジーが先ほど言ったようにちょっと面白いようなテクノロジーがまあ世界中でいろいろと開発されてきてこれからまあ,ある意味未来都市のようなですねさっきの車輪のない自転車じゃないけどもそんなのが見たこともないのが出てきたりとかあとまあ本当にディスプレイの,この巨大な超巨大な LED のディスプレイみたいなやつとかあと空中に投影するようなやつですね 3D、えー、空間にこう投影するような技術とか面白いような技術がいっぱい出てきて本当に SF 映画のような、ね、世界が実現してくるわけですね。あといろいろ環境の問題のテックとか CO 2を減らすいろんなテクニックテックとかねそういったことも展示されてたんですけども、まあ、そういういろんな新しい技術というものが出てきた中でやっぱり。 そのまあ、これからいろんな問題はあるんだけどそれを解決していこうという動きがあ,あるわけですね科学そういう、ね、テクノロジーの進化と科学によってねだからあんまりその現時点では悲観的なものはあるかもしれないけどそれを解決して人間っていうのは進化してきてるわけだからそこをも信頼してもいいいいんじゃないかなかう,うに思いますで、まあ、こう,いうふうに海外に行くとあ海外って活況を呈してるしあのど,んど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 んみんな前向きにどんどん活動してるんだなということがねすごくわかる。 なんで皆様も、まあえー、海外に目を向けるといいんじゃないかなというふうに思うんだけど海外に目を向けるというのは具体的にどういうことかっていうとまず海外に行ってみるということですね。でコロナ前には行ってた人も多いとは思うんですけどまあ昨今なかなか行きづらいか行ってない人がまあ日本はあれだけど世界はどん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 普通の何て言うか侵攻に完全にもう戻って、えー、経済的にも非常に盛り上がりを見せています。 あとまあもしできないのであれば今皆さんもそうだけど海外に行った人の話を聞いてみるということですねはいあるいはまあもし短期間でいいから海外に住むチャンスがあったらえ住んでみるっていうこともいいでしょうまあただ、うん、そうですねあと子どもを海外留学させるっていうのは非常にいいことだと思いますねこれはもうすごく世界を見せるっていうことですねこれからのインターナショナルな時代になることはもう間違いないので世界がですね 実際日本でも外資系の会社で外国人がたくさん働いてるし英語が社内公用語になってるところもあるわけだし日本人に外国人が来て働いてるし日本人も海外で働くのが当たり前の時代になっていくわけですから日本だけで完結するっていう考え方がもう古臭いまあ終わってるんですけどもそういったことをまあ皆さんのお子様にせめてお子様だけにまあ いろいろ経験させてあげるっていうことで、まあ、短期でもいいのでね海外に留学するようなチャンスがもしあればねぜひ見て見る,見るだけ見させてあげるっていうのはすごくいいことなんじゃないかなと思いますね。 あと、オンライン英会話、お金がありませんっていう、こういうことを言うと、大体お金がありませんっていうことで皆さん言うんだけど、お金がなければお金をかけないでやる方法っていうのを考えればいいんだけど、今、オンライン英会話とか、外国人と話せますっていうのをね外国に住んでいるネイティブスピーカーとオンラインの英会話ができますっていうのも、結構かなり安い値段でね、やってるところもありますよね。すごい安い値段で話し放題のプランとか、いろんなとやつがあると思うので、 そんななにお金をかけなくても外国人と話すことができる外国人話すってことはもちろんそういう外国のこととかねどうなってんのっていう,うのを聞けばそういうことを教えてもらえるわけだから情報って入ってくると思うんですよね。ということで世界で何が起こっているのかっていうことをネット情報ではなく自分の目で確認していくってことが私は非常にこれからの時代重要じゃないかなと思います。な、まあ、なぜ重要なのかままた後で言ってきますけどね 2、えー、つ目ですけどこの力で突破する何ですかこの力個人の力で突破する。